大阪府道、京都府道6号平方亀岡線は、大阪府平方市から京都府亀岡市に至る府道である。大阪府北東部の北川地地域にある、平方市から京都府中西部の南端地域の中心都市である亀岡市に至る現行の道路法に基づく主要地報道として、全国で初めて指定された路線のうちの一つである。平方市から 高槻市にかけては国道1 7十号及び国道171号と重複しており、起点の平方市に不動6号の路線番号を示すものが地図上などに存在しない。高槻市立清水小学校前、大阪府高槻市浦堂2丁目で撮影本路線は旧道路法によって不動高槻平方線、不動高槻亀岡線、 福道亀岡高槻線として指定されていた路線を継承したものである。道路法第56条の規定に基づき、主要な都道府県道として1954年に指定された。1971年の第3次主要地方道指定時の別表には、府県平方亀岡線とご表記されている。都市計画によると、高槻市の国道171号、 柳原交差点より分岐して、北部大阪都市計画道路3.5207から36号、芥川上の口線を北上する計画となっている。都の町交差点から、真上三丁目交差点にかけての区間は共用中で、あるが、柳原交差点から都の町交差点にかけての区間は2012年8月現在も、着工に至っていない。大阪府が2010年に実施した、 交通センサスによると、京都府境にほど近い高槻市で灰における大型車、混入率は12.4%となっており、ダンプカーも多い。なお、2012年4月12日に発生した乗り面の土砂崩落により、亀岡市上谷田町から亀岡市東別院町、小泉まで全面通行止め規制が行われていたが、2012年8月3日に、 通行を止め規制は解除された。起点から終点にかけ、ほぼ一貫して北へ向かう。高槻市から亀岡市にかけては、秋田川、田野川を縫うように沿いながら、山を越えるため、細かなカーブはたくさんあるが、大筋で見ると、高槻市と亀岡市を南北まっすぐに結んでおり、大阪市から国道9号への抜け道としての利用も可能である。高槻市を通過した後、 京都市から亀岡市にかけて再び高槻市を通過している。この地区は1958年3月31日まで京都府南総伝軍下,下村であった。府を越えて合併し、大阪府高槻市の一部となった経緯がある。ありがとうございます。